チンです。パルワールドやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は最強装備をゲットしたいと思います。もうすでに持ってはいるんですけども、これですね、体感パルメタルアーマー、そしてパルメタルヘルムに耐熱パルメタルアーマーで、武器はロケットランチャーですね。一応これが最強装備という風にはなってるんですけども、もっと強くすることができます。それが設計図から作るということですね。設計図がなかなか出ないらしいんですけども、今日はこの4種類の設計図をなんとかゲットしてみたいと思います。どれぐらいかかるんでしょうか。それではまずはここですね、グレイシャル、伝説のパルなんですけども、こいつからヘルムかな、こいつはヘルムを、落とすみたいです。どれぐらいかかるかわかんないですけども、まあ、とにかくたくさん倒していきましょう。で、設定で倒しやすくしてます。で、3体同時に出るように1回やってみたんですけども、ちょっとね、パソコンの性能上難しいみたいです。うわ、なんかちょっとエラーが出たりするので、1体を出していった方がいいのかな。さすがにパソコン壊れるとちょっとまずいので、1体ずつ、やっていきたいと思います。で、捕獲はせずに倒していきます。捕獲してもいいんですけども、それじゃちょっと時間がかかりすぎますので、倒します。そうすると多分そんなに時間かからず終わると思うので、 OK、 出ませんね。続いてはここですね、ジェットラン。ジェットランがロケットランチャーを持ってるんですね。こいつがロケットランチャーなので、倒していきましょう。まあ、ジェットランが一番戦いやすいかな。他のやつよりは、まあ、耐久力がそこまでないので戦いやすくはあると思いますけども、まあまあまあ急いで、これダメですよね、再生してるので全然耐えれます。とにかく倒すだけたくさん倒していきましょう。あと2発ぐらいか。あ、出ないな。最後はここですね、ベイントールとセイントール。この2体が、鎧を持ってますね。耐熱と、体感、どっちかどっちか分かんないけども、まあまあまあ持ってるみたいなので、ここを倒していきましょう。うまいこと、当てにくいな当てにくいな。うまいこと重ねればねいいんですけども、ああ OKOK、なかなか重なりはしないよね。まあ、全然いいんで倒していきましょう。硬い。ここまで時間はかかりませんかね。出ないな。こいつはあれだもんね、パルメタルインゴットを落とすんでかなり美味しいですね。出ないな。まあ、とにかく、周回していきます。約1時間が経過しましたけども、1個も出ない。多分ね、7、8分で3箇所回れるんですけども、出ないね。出ない。これ本当に出るんだよ。なんかね、出ないんじゃないかって思うくらいです。確かにものすごく出ないっていうふうには書いてあったんですよ。全然出ない。ここまで、確かに1時間以内なかなかきついですからね。時間はきついぞ。どこだ。いや出てないわ。出ないな。
や、これ本当に出るか。出た、1個出た、1個出ました。鎧っぽいのが出た。メイントールから鎧っぽいのが出ましたね。でももうこれ1時間半以上かかってますね。1時間半ぐらいでようやく1個出た。うわー、めんどくさいこいつ。お前もついで出して。いや、こっち出なかったか。こっちは出なかったですけども、あ、よかったよかった。とりあえず1つ、出た。耐熱の方のパルメタルアーマーですね。なぜか3個。あー、多分、ドロップ3かなんかにしてるからか。出ました。とりあえず1個。あとは、体幹と、ヘルムと、ロケットランチャーか。おー、出るよ。オッケー！やっと出たよ。出た。ロケットランチャー。出ました。もう、ここまでに、もう、耐熱パルメタルアーマーが9個出てるんすよね。これだけなんか出やすいっぽいな。で、もうすでに2時間半ぐらい経過してます。2時間半経過して、ヘルムと、体幹パルメタルアーマーか。まだ1個も出ない。ロケットランチャーもようやく出たからね。これほんと出ないぞ。よし、やっと来た。やっと出た。やっと出た。もうこれ本当に出ないよ。マジで出ない。ようやくね、体幹の方のパルメタルアーマーが出ましたね。やっとだ。多分ね、5時間ぐらいかかって、5時間ぐらいかかってようやく出ましたわ。パルメタルアーマー、体幹ね。で、ロケットランチャーは6枚で、耐熱が9枚となってますね。あとはヘルムだね。残りヘルムだけ。頑張ろう。やっと出た。やっと出ました。パルメタルヘルム。ようやく出た。6時間かかったよ。全部集め終わるのに6時間です。で、その間に、耐熱パルメタルアーマーが、15枚。5回出たってことか。で、ロケットランチャーは2回。で、体幹と、パルメタルヘルムは1回ずつですね。これちょっと偏りがありすぎるな。耐熱のパルメタルアーマーはほんと出やすいですね。それに比べて体幹パルメタルとパルメタルヘルム、ほんとに出ません。6時間かかった。こっちは5時間半かかった。めちゃめちゃ時間かかりますね。それでは早速作っていきましょうか。どれぐらい性能違うんだろうね。ロケットランチャーこれだね。いや、これ素材の必要量がもう全然違う。むちゃくちゃいるじゃん。それでは完成ですね。どれぐらい強くなるのかちょっと見てみましょう。ロケットランチャー攻撃力が1万ですけども、14000。むちゃくちゃ強くなるね。約 1.4倍か。すごいね。とんでもない火力になった。で、防具はどうだろう。今防御力が500なんですけども、590。740。すごい。一気にパワーアップした。もうとりあえず、防具はこれで最強だよね。シールドはテラシールドが最強なので、これで間違いないと思います。はい。まあまあ、今は設定下げて、全然余裕で戦えるんですけども、これ設定元に戻したとしても、もう、これは全然、渡り合っていけるんじゃないかな。はい。ということで、今日はですね、最強装備を作りました。設計図が本当に出なくて、すべて4種類集まったのが6時間後でした。6時間、なかなかかかりますけども、まあ、とにかくパルメタルヘルムと体幹パルメタルアーマー、この2つが出にくいみたいだね。すごい出にくいみたいで、5時間半から6時間かかりました。はい、ちょっと皆さんも覚悟して集めてみてください。集めるとものすごく強くなりますよ。
ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。